こんにちはなおですこの動画では私が最近遊んだ聖杯ダンジョンの中で特にこれは珍しいこんなの初めて見たと驚いたものを3つに厳選してご紹介いたしますダンジョンの紹介と合わせて聖杯文字も一緒に記載しますので興味を持たれた方はぜひ実際にご自身で遊んでみていただけたらなと思います また今回紹介する3つの聖杯はすべて視聴者の皆様に教えていただいたものになりますご紹介いただきました皆様本当にありがとうございました動画を見ての感想や実際に自分で遊んでみての感想どんなことでもお気軽にコメントいただけると嬉しいですそれでは早速珍しい聖杯の世界へと潜ってみましょう 1>, 1つ目はこちらのゼンモリトゥメルイルの第3層が舞台となります実際にプレイしてみたいという方のために聖杯文字も画面に表示しておきますではこちらの聖杯一体何がそんなに珍しいのかというとなんと聖杯ダンジョンのボスキャラである旧種の番犬が野良犬のごとくマップ内をうろうろしているんですね ちなみに九種の番犬とは関係ありませんがスタート地点のすぐ近くにこちら巡礼者というこいつもねあまり見かけないかなとは思うんですけれどもこういったモンスターも配置されたりしていますこちらから攻撃を仕掛けない限りは特にあちらからはね何もしてこないんですけれども倒すことで大量の水銀弾を補充できますので、まあ、聖杯ダンジョン内においてはね非常にありがたいモンスターかなと思われます それではまた話を戻しまして、えー、床のね罠に気をつけつつ番犬のもとへと向かうことにしましょう、はい、こちらの部屋を突っ切りましてこの角に、ね、モンスターいるのでそれだけ気をつけますそしてこの正面ですねこちらの正面をまっすぐ進んでいくとお目当ての、えー、番犬野良の番犬にですね、えー、出会うことができるとちょっとその前に、ね、邪魔なのでこいつだけ銃で処理しておきますはい皆さんお待たせいたしました こちらが通常マップを出歩く、九州の番犬になります。いかがでしょうか、えー、ちょっとですね。木の間かなんかに挟まってますね。うろうろしてはいますが、あのエリアからはを抜け出せましたね。あ、こっちに来てます。たまにですね。あの木の間とかに挟まって動けない時あるんですけど、今回はえー、無事こちらに気づいてですね。うろ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 歩いてきてます。いや可愛らしいですね。 はい、このダンジョン、なんとボスエリアではなく通常の,この探索エリアこちらにですね九州の番犬が歩いているという非常に珍しい聖杯ダンジョンとなっておりますせっかくですので下へ降りてこちら九州の野良犬と戦ってみたいと思いますこちらの野良犬ボスの時よりも HP はかなり少なめにはなっていますがご覧の通りですね攻撃力は結構高めです。 しかもこの場所はですね、下が油、まかれておりますので、炎ダメージがですね、増加してしまうんですね。なので、より、えー、九州の番犬のダメージ、たくさん食らってしまうと。しかも、周りにはですね、狩人だったりとか、 あー今ね画面の奥に見えてますねはい死体の巨人大砲を使う死体の巨人もいるのでそれに注意しましょうと言ったらどうやらですね死体の巨人の砲撃によって番犬あっけなく沈んでしまいましたありがとう死体の巨人君のことは忘れませんせっかくなのでこいつもぶっ倒しておきましょう以上マップをうろつく九州の番犬と出会える聖杯でした ちなみにこの九種の番犬ですが一度倒すと復活はしませんのでその点ご注意ください続いて2つ目の珍しい聖杯をご紹介いたします場所は全盛りのトメルイル第3層になります聖杯文字も下に記載しておきますこちらの聖杯何がそんなに珍しいのかというとなんとですねノラのトメルの末裔と出会える聖杯なんですね先ほどはノラの、 九州の番犬をご紹介いたしましたがここではノラのトゥメルの末裔と出会えます出現場所はスタート地点から非常に近いですまずはこのようにですねエレベーターで上に上がってはいこの外周にですねちょっとねあの雲を召喚する女いますのでそいつだけ処理しておくといいかもしれません こちらの扉こちらの扉を開けるともうですね目の前にいますただこのあたりにですね、えー、何人かこのように敵がですねタムロしてますのでこいつらだけですね丁寧に処理しておいた方がいいと思われますはい OK ですねまあ、この地名は完全に余計ですそれではお待たせいたしましたノラトゥメルの末裔いよいよご対面ですはいこちらからですね見るとよくわかりますよね せっかくなんでちょっと拡大してみましょういますねこちらの角度からですと横側の視点になってはいますが確かにツメルの末裔ですせっかくですので正面からも見てみますさあどうでしょうかこちらの方がまあわかりやすいですよねこの後実際にノラのツメルの末裔と戦いに行くんですけれども周りにですねあのように いくつかザコ敵配置されてますのであいつらをなんとかちょっと処理してからの方が良さそうですね、まあ、早速向かってみましょうまずは周辺にいるザコ敵たちを処理してから、えー、ノラのトゥメルの松へ向かいますさあいますねあ気づいてません後ろからぶついてやろうかと思ったら気づかれた先ほどのノラの番犬同様ですね HP はボス部屋で戦う時の松江と比べたらかなり低いです なんですけれども、まあ、動きとかね攻撃力はまあそれなりにこのようにですね高いので、うん、気をつける必要はありますねさあようやくパリ決まりましたねはい内臓地名でああいいダメージ出ましたね地名、まあ、一発でこれだけね削れるのでボス部屋で戦う時に比べたらかなり HP は低いかと思われます以上通常エリアでトゥメルの末裔と出会える一風変わった聖杯でした 次で最後になります。3番目の珍しい聖杯ダンジョンを紹介していきましょう聖杯文字は今まで同様画面下の方にですね記載しておきますこちらの聖杯ダンジョン何が珍しいのかというとなんと1つの聖杯で充血の主首なしそして充血の主首ありがですねまとめて楽しめるそんな聖杯となっておりますはい、まずはこちらですね第2層には充血の主首なしが配置されております そしてこの後ですねこの後向かうんですけれども第3層には縦血の主、首ありが配置されていると決勝石マラソンの相手としても有名なこの縦血の主ですけれども首なし首ありがですね1つのダンジョン内でまとめて相手できるっていうのはです、ねまあ、珍しいんじゃないかなと私はこれの聖配以外にはね見たことがなかったのでちなみにこちらの聖配ダンジョンのボス構成なんですけれども 1> 第1層目にはサンデブー第2層目にはご今ご覧いただいている重血の主首なし第3層目には重血の主首あり、そして最後第4層目にトゥメルの孤狼が配置されておりますはい、ということでようやく重血の主首なし撃破することができましたので続いてはですね次の階層、第3層へ行って今度は重血の主首ありと少し戦ってみたいと思います さあそれでは続いて第3層今度は充血の主の首ありバージョンとの戦いとなります。ボス部屋の前にですね今、ご覧いただいている通りこのファイヤーおばあちゃんいますので気をつけてください、こいつらの攻撃ねもうカウンター気味に食らっちゃうともう凄まじい威力ですのでえボス部屋前にね体力を無駄に減らされないようにご注意ください。 とということでねまずは、えー、ふら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 しておりますが、これ、どうなってんでしょうか、画面見てないんでしょうかね、まあ、とりあえず、えー、この先ですね、この霧をくぐったら、充血の主、首りとの戦闘となります。さあ行きましょうこちらのボス部屋は、中央に祭壇のようなオブジェクトが置いてあるあの、ヤーナムの女王戦するところですね、そちらと同じようなボス部屋となっております。 はいご覧いただいている通り先ほどはね首なし状態の充血の主との戦闘だったんですけどもこの第3層では首のある状態、まあ、出現する順番としてはね逆の方がいいんじゃないかなっていう気もしますがまあ、細かいことは置いといて第3層には首やり充血の主、首やりバージョンが登場します充血の主との練習用に使うもよし決勝石マラソン用に使うもよし ぜひですねもし興味持たれた方はこちらの聖杯ダンジョン遊んでみてくださいということで今回はですね私が皆様からご紹介いただいた聖杯ダンジョンの中で特にですね珍しいなとこれは見たことなかったなぁと感じたものをですね3つに厳選して紹介させていただきました私が今回取り上げた以外にももっと珍しい聖杯ダンジョンたくさん存在していると思われます 皆様の中でもっとですねこんな変わった聖杯ダンジョン知ってるよっていう方はぜひです、ね、動画のコメント欄やもしくはですね私、大体夜にはですねブラッド・ボーンのライブ配信を行ったりもしてますのでその時にチャット欄等でですね教えていただけたらありがたいかなと思います。 それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた何か面白そうなネタを見つけたら動画でまとめてご紹介できればなと考えておりますので今後ともよろしくお願いいたします